乙女めいは、馬の鈴草カカンあおい族の常緑の多年層。茎や葉は、カんあおいへ、二ポーニカムによく似る。葉芯は卵形、または楕円形で、長さ6から12センチメートル、幅5から9センチメートルになり、先端は、幾分とがあり、基部は心形になる。葉の表面は、光沢がなく、短毛が治るし、しばしば雲紋状のブチが入るものがある。かは、 他のカンアオイ族とは異なり6から8月に開き、花は年を越して、翌年の後から6月まで残り、脂肪が成熟し結実する。花に花びらはなく、学歴ペンが花弁状になる。花は小型で計約1.5センチメートルになる。学頭は淡かし色、または緑紫色をし、やや丸みを帯びた筒型で、筒状部が軽くくびれ、長さ7から10ミリメートル。 計10から12ミリメートルになり、喉部に口感がある。学頭内壁には縦横に隆起したひだがあり、縦ひだは12から18列、横ひだは6から8列あり、網目状に複雑化している。学列片は三角状乱形で、長さは学頭とほぼ同調になり、平らかいするか、やや車上し、後方に反極することはない。学列片の表面は滑らかで、 カンアオイのように多数の毛はない。ズイは12個ある。ュウは6個あって直立し、学頭から突出しない。先端突起は細長く、角状に伸びる。他のカンアオイ族と異なる特徴として、開花と普通葉は1年おきに交代して形成される。6から8月に開花すると、ウロコ型葉は出るが、普通葉は出ない。開花と葉の展開を、各年ごとにする特徴は、 他の種には見られない特性である。日本固有種。本州の神奈川県南西部の箱根周辺、静岡県東部の足高山地、伊豆半島の天城山地などのフォッサマグナ地域に分布し、山地帯紅葉樹林の臨床に生育する。和名、乙女葵は、乙女葵の井で、発見地である箱根の乙女峠にちなむとする説もあるが、前川文夫は、この種を、 ヘタラトラパサバッティリー,ーとして組み替えた際に、1898年に、箱根山から標本で立派に記載されたのだが一時、忘れれられていた種類で、1 0年夏に、箱根そこらの林下で未観れレ感青いを、見出しして本種、であることちつた。和名、がないのでそれの姿、のいささか有志書から、乙女青いとしたとあり、 和名記載者の前川によると、花の姿が普通のカンアオイに比べていささか優しく見えることからとなる。種照明サバッティーリーは、明治初年に横須賀製鉄所に在任したフランス人の医志で日本の植物を採集したリドビクサバティエへの懸命で、ある、純絶滅器具。ありがとうございます。